しよう。うん、がっぽりもらいに行こう。ちょっとでもね、経験値というか、うん、上がるように、この手に入れたばっかの弱々チームで行こうと思います。うん、さあ行きましょう。今日はここですよ。どんだけお金を取っていくかですよ。めっちゃもらえんね。どっちがいいな。左前のがチャンスなのかな。1ばっかり出してくれるね。でもいかないね。わあ、めっちゃもらえる。なんか音楽が違うね。うん、なんか音楽が違う。初めて気づいた。何回かやってたのに気づかなかったな。どうしよう、みんな弱い。これがまだマシか。違うな。次か。爽やかな音楽だね。これが何？サタンのテーマとかなの？サタンのテーマってなんかあれだね。変な感じ。ちょっと弱々チームで来すぎたかな？大丈夫かな？皆さん弱々なので時間をください。あー、フレンドさんだけでもあれだな。ちょっとお強い方を連れてくればよかったのかな。お金欲しいだけなのにめっちゃ時間かかっちゃってる。まあ致し方なし。これも経験の一つ。みんなが強くなるための通り道ですな。時間かかるなぁ。あ、やっと終わった。
サタンのテーマ超爽やかだな。なんかバトルカードとか出たけど、あ、これあれか、銅像か。うん、みんなちょっとずつ経験値いただきました。お金もたんまりもらえたはず。でもいっぱいもらいました。サタンの像ももらいました。早速これを売ってこよう。うわ、あ、いっぱいもらいました。すごいね。これはもう1日1回欠かせませんな。うん、よし、本日はただただお金を集め金儲けをしに行く動画でした。うん。なぜか弱い人たちでチームを組んでいったので、すこぶる時間がかかってしまいました。あれだよね、思った。ミッションでさ、ほら、超力属性だけでチームを組もうとか、こういう時にやったらいいのかな？ねえ。まあいいか。うん、次回はそういうのも考えながらやっていこうと思います。うん。本日もお付き合いいただき、ありがとうございます。